最近の子供はバカですね。10代の女性です。えー、10代女性、ヤムチャさんあ。10代女性、ヤムチャね。なかなかいいペネームだね、えー。人間の えー、あ、違う。よく最近の子は賢いと言われることが多いのですが、私はそうは思えないのですほうほう。それは私が若いからではなく、逆に最近の子は頭が悪いと思ってるからです。最近の子が賢いと言われる理由は、多分ネットでいろんな知識が流れてくるからであり、ただ他人の考えを暗記して話してるだけのように感じます。ほうほう他人の考えを暗記して話すだけで褒められてるので、自分で考えることを知らず、知識の範囲外の話になると、途端に馬鹿になってしまう子、 実際地球の、あ実際 IQ の平均は昔と比べて下がっていませんし、上がっていません。うんうん、IQ の平均昔と比べて上がりも下がりもしてまい、あ。これは有名な話ですよね。このまま考えることを、えー、知らない子供。 考える習慣がない。子供が大人になれば、社会は衰退し、質の悪い国になってしまうと私は思うのですが、岡田さんの意見を聞きたいです。正直、このまま衰退するなら、私は日本を出たいです、うん。衰退するかどうかは関係なく、日本は出たいと思うんだったらば、そういう理由付け関係なく。あの一回出てみるのもまあおすすめだと思いますけども、山、え、内、ー、さんの言ってることですね、えー。最近の子は頭が悪いか、そういう傾向。 があるかかどうは別としてまず頭のいい悪いという能力に関して考えてみると,と、ね、頭がいいか悪いか最近どうなってるのかって考えるとちょっと考えがねぐらついちゃうから別の例で考えてみようと思って僕ね思ったのがあの視力に関して比べてみよう比べてみたらどうかなと思ったんであの,人類の視力って、えー、ってて、ね、多分下がってんだよああの変な言い方だけど。人類の視力は この100年、この50年、特にこの10年ぐらいで劇的に下がってると思うよね。で、日本人のメガネ率も、あの、昭和30年代の写真。 こういうふうに考えると、日本人の視力は下がってるようにも見えるよね。ところがですね、まあ、日本人含めて世界中の人の視力は下がってるようにも見えるけども、しかし、その、な,なんだろうな、強制視力メガネをかけた視力で言うと、昔より絶対に上がってんだよ。つまり、昔の人は視力が良かった。よく言うよね。あの なんだろうな、アフリカに住んでる人は視力5.0とか、あと南米のあのアンデス山脈の方のひつ羊界って視力がなんか20ぐらいあるんだよね。山の向こうの方の羊の数数えるから視力20ぐらいあるって言われるんだけども、それはあの一番健康な目のいい男性のトップの視力であって、その部族全員の視力で見てみると、みんなやっぱり明かりのないところで無理して暮らしたりしてるもんだから、年取ると極端に視力が下がってくるんだよ。だから、その で、おまけにメガネもあんまり普及してないから、裸眼視力で言うと、その部族全体の平均視力で言うと、すごい低い。ただ、健康な時で測ると20ぐらいあるっていう潜在力があると。で、それに比べて今は、そのトップの人の視力はもちろん多分もう20とかないんだけども、平均の強制視力っていうのはみんな0.6とか0.8ぐらいあると思うよね。僕もあのこれ強制視力で0.8か0.9ぐらいなんだけども、まあ、老眼が進んでてもこれぐらいで、つまり、 うーんとリモコンの数字ぐらいだったら眼鏡なくてもなんとか見えるぐらいなんだよね今の老眼の進行度っていうのは。で、まあ、眼鏡かけてりゃ、まあ、本も読めるし何でもできますというぐらいなんだけども強制視力で考えるとじゃあ人類はその何ですかね視力が良くなったとも言えるわけだよな、ね。で全部ひっくるめるとですねもともと人類っていうのは1,000年前と今と比べると視力が良くなったでしょうかというと多分今の言ったことを全部ひっくるめるとあんまり あまり変わらないということになると僕は思いますよ。強制視力も含めて、で頭の良さも同じようなもんで、山本さんが言ってるように、最近の若い人頭があのいいか、もしくはどんどん悪くなってるのかっていうと、強制視力と言っていいのかな。そのネットで調べてなんか知ってることをあっと述べると、それ以知らないことは全く知らないし、調べようとも思わないっていうのを含めての強制された、えー、なんかメガネで強制された視力みたいなもんだよね。同じようにネット で強制された自分ののの知知力力力とととととかかかか考えるるる識っっていいいうう全部ひっくるめると案外変わんないんなななじゃ思このメガネという発明で人類がどれぐらい視力良く,くなったのかっていうと実はそんなに劇的に変わったわけではないっていうのを含めるとネットの知識っていうのはもちろんその本とかそういうふうなところがないところには福音なんだけども情報がすでにあるような日本みたいな場所においてはそんなにメリットがあんまり あまり感じられなくなってくるぐらいのもんだというふうに思うつまりなんかメガネかけてることによってどん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 炎死が進みますとか老眼が進みますというのと同じようにネットを使いこなすことによってどん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 自分の考える習慣が失われます考える習慣を失われるんだけどもそもそも考える必要考えるという能力の必要がどんぐらいあるのかって話になってくると思うんだよまあヤマチュさんそういう話,話大丈夫でしょこんな問いかけするぐらいだからそもそもね 考えるという能力が人間にはどれぐらい必要なのかと。例えばその重いものを持ち上げるとか、重い荷物を引っ張るという筋肉の力というのはかつての人間には絶対必要で、それがないと生き残れないと。1日に5時間、6時間歩ける能力っていうのはかつては絶対必要だったんだけども、今はそんなの必要としないじゃん。それと同じように自分で考えて推論を立てて、ものを、あの、なんだろうな、あの、なんか決めていくっていう能力。 で今必要とあんまりされないわけですよだからあの筋肉の能力とか運動能力がどんどんスポーツになっていったように考えるっていうのもスポーツと同じような高級な趣味になっていくと思うんだよねあの金持ちの子ってスキーとかサーフィンとか意外な遊びを子供の頃からしてて当たり前の子って多いじゃんで同じように考えるっていう趣味も インテリの過程の間では当たり前になっていくような時代になるんじゃないかなというふうに思います。だから僕の回答は最近の子供は頭が悪くなっていって、で、社会衰退し質の悪い国になってしまうと、ヤムチャさんを思うのに対して僕は、えー、いやいや、どん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 その脳とか考えることに対する強制器具が 増えていくので、まあ相対的には変わんないんだけども、少なくとも考えるっていうのは、より趣味化して、スポーツのようにエリートな遊びになっていくので、あんまりあの、流行らない遊びになっていくんだろうなというふうに思います。